レイク軍はアメリカ合衆国のテネシー州にある軍。軍庁所在地はティプトンビルである。2000年国勢調査の人口は7954人だったが、2005年の推計時には7538人に減少した。国勢調査局の調査では総面積502平方キロで、うち423平方キロが陸地。 総面積の15.68%に当たる79平方キロが水域である。2000年の国勢調査時点で、この軍には7954人、2410世帯、1614家族が暮らしている。人口密度は1平方キロ当たり19人で、平方マイルに換算すると49人となる。住居数は2716件で、 1>, 1平方キロあたりに平均して6件が立っていることになる。白人が66.63%、アフリカ系が31.19%、ネイティブアメリカンが0.39%、アジア系が0.14%、その他の人種が0.62%、根結が1.03%、ヒスパニックが1.37%を占める。 2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド2410世帯のうち28.8%は18歳未満の子供と暮らしており、47.2%は夫婦で生活している。16.3%は未婚の女性が世帯主であり、33.0%は家族以外の住人と同居している。30.0%が一人未世帯で、 15.5%を、独居老人が占める。一世帯あたりの平均構成人数は2.36人、家庭の構成人数は2.92人である。住民のうち17.7%が18歳未満の未成年、13.7%が18歳、以上24歳、以下、33.8%が25歳、以上44歳、以下。 21.5%が45歳以上64歳以下、13.3%が65歳以上となっており、平均年齢は36歳である。女性100人に対し男性が151.0人いる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては163.4人いる。 一世帯あたりの平均収入は2万1995ベードルで、家族ごとでは3 33万339ベードルである。男性の平均収入は2万5082ベードル、女性の平均収入は1万8700ベドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人あたりの収入は1万794ベードルとなる。総人口の23.6%、 家族の19.9%、18歳未満の子供の35.1%、及び65歳以上の老人の25.1%は貧困線以下の収入で生計を立てている。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー。 http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。